県省スモレンスク県、スモレンスカス県は、リトアニア大公国、後に、ポーランドリトアニア共和国の県である。行政中心地は、スモレンスク、面積およそ5万3000平方キロメートル。1508年に設置され、名目上は1793年まで存続した。北、東は、ロシア国家と接しており、スモレンスク県領域は、 ポーランドロシア間によって争奪戦が行われた地でもあった。本校の地名はポーランド語を用いている。各言語に基づく表記は注釈の関連地名対応表を参照。1512年、ロシア・リトアニア戦争の推移と割場地。スモレンスク1609年、スモレンスクの包囲1635年、赤。 ポーランド・リトアニア共和国内のスモレンスク県の六1 6 6 7年、アンドルソボ条約による領土の変化。能力がロシアへの割上地。14世紀末まで、スモレンスク一帯は、スモレンスク公国の領土であり、流陸町の公、スモレンスク公が統治する独立国であった。しかし百九十五年、リトアニア大公、ピータウタスは、スモレンスクを陥落させ、 1404年にリトアニア大公国に併合した。スモレンスク一帯はリトアニア大公の派遣した大幅な統治権を許された大官が管轄した。スモレンスク県の設置は1508年であった。しかし1512年から始まったロシアリトアニア戦争の過程において1514年にスモレンスクは陥落し、1522年に ロシア領とする条約が結ばれた。1609年、ロシア・ポーランド戦争が勃発すると、1611年に、ポーランド・リトアニア共和国軍は、スモレンスクを陥落させた。1613年、共和国国会により、リトアニア対抗国の管轄下に、スモレンスク県の再設置が決定された。1618年には、ロシア・ポーランド戦争が終結し、 デウリノノワ役によって、ロシアは、スモレンスクの放棄に合意した。この時期のスモレンスク県は広大であり、スモレンスク、バイオレッジ、ドーレホブズ、ロスワフ、シェルピエユスクの諸都市に加え、ネベル、シエビスのモスクワ地方の軍、キュートルブチフスク広告領やセベルシチナ地方をも、県域に含んでいた。1625年には、回区分として、 スモレンスク軍とストラダブ軍が置かれた。また、県再設置から1626年までの間に、旧市において、マクデブルク法が採用された。停戦協定の切れた後、1632から1634年のスモレンスク戦争をよって、シピージスクはロシアに割上された。また、戦争終結後に、スモレンスク県南部は、 ポーランド王国管轄のチェルニフ府県として分離した。さらに1644年にはトリブチェフスクがロシアに割上された。1654年のロシア・ポーランド戦争においてスモレンスク県はロシアに占領され、1667年のアンドルソゴ条約並びに翌年のグジムフトフスキ条約によってスモレンスク県域のロシアへの帰属が決定された。 ただしポーランドリトアニア共和国内では、スモレンスク県は名目上存続しており、1793年まで県知事が任命されていた。なお、1708年には、定政ロシアで県政が施行され、ロシア地下のスモレンスク県が設置されている。注釈出展税。3、2005、2、リバース。600、ABCD 税。3、 2005-2リバース598から 599ABCD 河端香織佐藤敬明太監修審判ロシアを知る時点平凡者2004年 P395 ハットボルフ J セナターウワイリグネタースウィールキゴクシエストアーリテフスキー5386から1795クラカオ 1885S48 から49 ありがとうございます。